トラックに荷物を満載に積んで、それを配達し終わった時の達成感が自分はとてもやりがいを持っています。荷物情報と旧車情報がマッチングした時は一番やりがいを感じています。やっぱり私は運転が好きなので、トラックを運転している時が一番楽しいです。これは自分が心から好きだと思える仕事に出会えた人たちのストーリー。今回は運送業を職業に選んだ人たちへ突撃。福島の輝く仕事。高校の通学途中などに、その伊達貨物っていう大型のトラックを見かけた時に、自分もなりたいなって感じだったので選びます。会社に出勤してアルコール検査などトラックの通常点検を行い、その後パレットを積み込み配達先に向かう流れとなります。なんか大変なことないとか声をかけていたことがいっぱいあるので、もうそこはすごく嬉しく思いますし、その配達のアドバイスなどをいただける時もあったので、自分では勉強になります。地元の東北のことをもっと知りながら、愛着を持って東北のためになる仕事をしたいと思いました。自分は運行管理をしている立場ですが、ドライバーと連携を取ってチームワークで仕事を成し遂げた時が楽しい時です。ワクワクを仕事にしているところです。免許の資格取得助成制度がございます。今後大きなトラックに乗るために経験を積んで免許を取得する制度です。お互いにですね、成長し合えて、でシナジー効果を発揮し合えて、共に伸びていけるような、そういう人材を求めています。運送業だけではなくて、幅広くですね、物流業も展開していって、でそれだけではなくて他の産業へも積極的に進出して、地方であっても多角形をしている企業になっていこうと考えています。運送の仕事は私たちの生活の中でなくてはならないものです。きっとやりがいを持って仕事をすることができると思います。私たちと一緒に仕事を頑張っていきましょう。体力が自信なくても、こういうドライバーになりたいって方も大歓迎ですし、もしわからないことがあっても、私たちドライバーがしっかりと教えていきますので、心配しないで募集していただき、一緒に働いてほしいと思っています。ワクワクを仕事に。一人一人が自分なりのプロフェッショナルを胸に抱いている。伊達貨物運送は社会インフラを支えます。